1日目、覚えたい漢字を10個選んでください。似た漢字を選びましょう。10個の漢字のリストを作ります。漢字の意味、読み方、音読みはカタカナで、訓読みはひらがなで、音読みの言葉を一つ、訓読みの言葉を一つ、そしてそれらの意味を書きます。漢字に絵を書き足すと、もっと簡単に効果的に覚えられます。2つの漢字から1つの漢字ができているときは、1つずつ分けて意味を確認していくと分かりやすいです。漢字とその意味を一気に覚えるために、短い話を作るのもいいです。声に出して読みましょう。漢字のリストを作り終わったら、声に出して読みましょう。木、木曜日。木、木。そう、早朝。早、早い。時間があれば、言葉と言葉の意味をポストイットに書いてください。その言葉が関係のあるところに貼ってください。その言葉を見たらいつでも声に出して読んでください。休む、人。一度書くのを練習しましょう。意味と読み方を確認してから一度練習してください。2日目から5日目。声に出して読みましょう。木、木曜日。一度書くのを練習しましょう。意味と読み方を確認してから一度練習してください。読み方だけを見て自分で漢字を書いてみましょう。覚えていなかったところにマークをしてください。その漢字を練習しましょう。これをマークがなくなるまで繰り返します。6日目から7日目。漢字テストをしましょう。意味を見て漢字を書きましょう。できるなら言葉も書いてください。